紫波町の新春たこ揚げ大会です。冬の間家の中にとどまりがちな子どもたちに寒さに負けず外で遊んでもらおうと地元の公民館などが企画しました。会場の北上川の堤防にはおよそ50人の子どもたちが集まりました。天候はたこ揚げにぴったりの快晴、冷たい風の吹く中ですが、子どもたちは思い思いに作ったたこを懸命に揚げました。大会ではたこ揚げの高さも競われ、子どもたちは思いがけない商品を手にして楽しい一日を過ごしていました。一方こちらは盛岡市の新春家族かるた大会です。会場となった公民館には小学生やかるた愛好家などおよそ30人が集まりました。36畳もある広い部屋で2人1組となり、読み手が紙の句を読み始めると鮮やかな手さばきでかるたを払います。会場では5歳の男の子が大人顔負けの手さばきを見せるなど、家族ぐるみでかるたを楽しむ雰囲気にあふれていました。